激アツ、ヤクルトと中日の優勝争い、最後までもつれる。熱すぎやろ。グラフ草、逆転王山、ジュニドラ強いから好き。立浪の育成や起用や我慢がついに実を結んだな。立浪叩いてたアホユ、セミ連覇チームより強いチームを作り上げた名将なんやが。名将立浪、お前らネットで俺のことバカにしてたよな。前年優勝チーム3、最下位転落はあかんすよ。去年に連覇してたチームがチュニドラと最下位争いってわからんもんやな。むしろ去年の優勝チームと並んだ中日を称えるべきではないだろうか。ヤクルトはなぜこうなったんや。白米食いまくって最下位になったチーム。ヤクルトは新潟に移転して解散しろ。巨人心停止。草、チーン。こうして見ると強いチームって序盤中盤はチームが壊れないように運用して後半に体勢万全になって突き抜けるんやな。オリックスも前半そこそこで後半上げてくる感じやしな。チュニドラてバカにされまくってたけど実は強かったんやな。中日は再建期やけどヤクルトは今が全盛期なんよな。全盛期で再開に帰還するとかどうなっとるんや。過去10年で5度再開になりましたが3回優勝しました。なんなんこのチーム。